皆さん、こんにちは。この動画では、スターライトとスーパーニューロールズの導入方法について解説していきます。まず前提として、このアプリは Android 専用です。iPhone や iPad などの iOS ではプレイできません。この動画は2025年9月25日に編集しています。視聴時には導入方法が変更されている可能性があります。概要欄に必要に応じて追記を行っていますので、視聴する際は概要欄もご確認ください。まずは、スターライトの導入方法を解説していきます。通常版のアモングアスが必要ですので、まだインストールしていない場合はインストールしてください。では、概要欄のプレイストアのリンクを開いてください。このような画面が開かれるので、インストールを押します。インストールが完了するまで待ちます。インストールが完了したら、プレイを押すことでスターライトを開くことができます。これでスターライトのインストールは完了です。次に、ログイン方法について解説していきます。スターライトでは itch.io というサービスのアカウントを使用してログインします。まずは、ここを押しましょう。ログインしていない場合は、このような画面が表示されます。もうログインしている場合は1分16秒までスキップしてください。アカウントがある場合はログインしてください。ない場合はここを押してアカウントを作っていきます。ユーザーネームに好きな名前を、パスワードにパスワードを入力してください。ユーザーネームには英語と数字しか使えません。UI メールアドレスにあなたのメールアドレスを入れてください。利用規約に同意して、I accept the terms of service にチェックを入れてください。私はロボットではありませんを行ってクリエイトを押すことでアカウントが作成されます。このような画面が出たら成功です。出ない場合は、左上のバツで閉じてから開き直してください。下にスクロールし、このボタンをクリックします。スターライトで開くの方を押してください。これでログインすることができました。次に、アモングアスアカウントと統合します。アモングアスを遊んだことがあるアカウントが必要です。遊んだことがない場合は、アモングアスを一度起動しておいてください。上の自分のアカウント名をクリックし、アカウントの詳細を開いてください。他のアモングアスアカウントを接続を押します。マージ Google プレイを押してください。Steam などで遊んだことがある場合は、それを選んでも大丈夫です。自分の Google アカウントでログインしてください。ログインすると、このような画面になります。下にスクロールし、itch.io の右のリンクを押します。下にスクロールし、このボタンを押してください。itch.io と Google プレイが緑の枠内に表示されていたら成功です。これでログインは完了です。次は、スーパーニューロールズの導入方法を解説していきます。下の探索を押してください。ダウンロードしたいモッドを選択します。ここでは、スーパーニューロールズを押してください。もし見つからない場合は、右上の検索から、スーパーニューロールズ、と検索しましょう。バージョンを確認して、プロファイルにインストールを押してください。プロファイルを作成、を押してください。完了を押して左上の矢印を探索画面に戻るまで押してください。ホームに戻り、作成したプロファイルを押してください。起動を押すことで、モッドが導入された状態でアモングアスが起動されます。うまく起動しない場合、何回か起動してみたり、他のアプリをすべて閉じてから起動してみてください。これにて、導入完了です。お疲れ様でした。以上が導入方法となります。スーパーニューロールズの使い方に関しては、別動画のスーパーニューロールズの目次をご覧ください。また、この場を借りてスターライトを開発しているオールオブアスチームの皆様に感謝を申し上げます。ご視聴ありがとうございました。